ったんですけど、ね、骨のある2人だったんでちょっと危ねえはあったかもしれないけど、なんとかやれましたね。この手で仕留めました。よかった。じゃあ知恵の話がやばかったですね。なんかね、なんか悪いのかもしれないんですけど、その分今日はね、バッチリ連携も、連携チームワークも良かったんで行けましたね。この調子で、はい、大田区までぶっ倒してね、突き進んでいきたいと思います。見といてください。狂い咲いてください。狂い咲くでとは二度と組み